10年前私がここを立ち上げた時だったりとか、まあ、その18年前にこの業界に入った時っていうのは本当に日本にはほとんど知識もなかったし、こう作りたいっていう人もなかなかそこまで多くはなかったけど、今は本当にこうクラフトビールっていう新たな文化として浸透し始めてて、若い人たちがすごく熱心になんかこうクラフトビールを作りたいとか、自分たちが作ったビールを飲んでもらいたいっていう人たちが増えてきてるので、まあ、そういう中では本当にこう活性化されてるなっていうのはすごく思います。私は私なりに皆さんにお届けできるクラフトビールの魅力が詰まった場所を作りたい。なんかおもちゃ箱みたいだったりとか、なんかテーマパークみたいな感じの、なんかこう楽しんでもらえるような場所にしたいなっていうので、ここを作ったっていうのはありますね。ビールを中心に集まってくる人も結構こう陽気な人とかすごく多くって、なんかそれと同じようになんか広まっていくというか、コミュニケーションをこう通して人と人がつながりやすい飲み物なのかなっていうのはすごく思ってる部分があって、ビールの味が好きとかそれだけじゃなくって、きっとそういう周りのアトモスフィアとかそういうのも踏まえてビール好きっていう感じなんじゃないかなって思います。私たちはコミュニティスペースって呼んでます。いろんなイベントをしたりとか、あとワークショップをしたりとか、まあ、多様なカルチャーを発信しながら、そこに人々が集まってきて交差するような場所みたいなイメージで、まあ、ここに来てやっぱり気がついたのは、すごくここの界隈、京町堀っていうエリアなんですけども、すごくクリエイターというか面白い人が多いんですよね。ここに来たら面白いよねとか、あ、なんかあそこに行って面白い人に出会えたとか、なんかそういったこうインプットとアウトプットが両方できるような、そういう楽しい場所にできたらなというふうに思ってます。私たちはこのうつぼから、うつぼのクリエイターさんたちと手を取りながら発信していって、それを大阪に広げていって、で、あそこはなんか面白いエリアだねみたいなところを大阪以外の地域にも発信できるように、なんか、そんなふうに発展できたらなというふうに思ってます。盛り上がってるのはもうここもう10年ぐらい盛り上がってるんちゃうかなっていうのがあって、基本的にスパイスカレーっていうのはで食べてみたらすごい食べやすいし、辛いだけがこうスパイスカレーじゃないっていうのがすごい思ったところなんですよ。でフレンチって結構その出汁文化というか、すごい時間かけて出汁取ったものをソースに使うとかが結構あるんで、そこがベースになってるんで、それとカレー合わせたらおもろいんちゃうかなと思って、食べやすくて出汁の効いた旨味の効いたカレーにしようと思って、そういうとこがちょっとうちのお店の土台になってるんで、すごい見てて面白くて食べてても面白いみたいなカレーが作るの好きなんで、お客さんに来てくれたりするんかなっていうのは、はい、あります。もっとスパイスカレーを広めてこうみたいな、美味しいよっていうのを、はい、知ってもらおうと思ってやってます。